京都のものづくり文化からコトカルっていう革小物のブランドを立ち上げました。お客さんは当然なんですけど、作ってる僕らとかみんながこう笑顔になる京都発信の世界ブランドを作るっていうのが目標です。全国の百貨店のイベントで販売してたのが去年軒並みキャンセルになってしまって、それで国内とか海外に届けられるアマゾンで販売を始めました。正直インターネット販売って機械的な冷たい印象を持ってたんですけど、アマゾンの担当者さんに海外の夢を話したらやりましょうっていう感じで、やり方を一緒に考えてくれる人、ぬくもり感じますよね。お客さんも笑顔になってくれてはるんやろうなって想像しちゃいますね。アマゾンで販売を任せられて家族の時間が増えたし、職人さんもやっぱり笑顔が増えてるからエネルギーになります。自分たちがやってるものづくりで世界中の人に笑顔を届けていきたいなっていうふうに思っています。